本当ですか、柏木さん。何驚いてんだ。お前のここ最近の働きからしたら別におかしな話じゃないだろ。でもまさか俺が自分の組を持てるなんて。とはいえ、いきなり組持てって言っても手駒がいねえだろう。うちから腕利きのやつを何人か出すから、そいつらうまく使ってしのぎについて勉強しろ。柏木さん、ありがとうございます。礼なら風間の親父に言え。これはもともと親父が言い出したことなんだからな。親父さんが？親父もそれだけお前には期待してるってことだ。それに桐生のこともある。え、桐生がどうかしたんですか？あんなことになっちまったとはいえ、いつか桐生がシャバに出てくる日が来る。体裁上破門ということになっちゃいるが、絶縁じゃねえ。復帰の目もあるだろう。だが親殺しのあいつを風間組で引き取るわけにはいかん。だからお前が桐生の受け皿になってやれ。俺が桐生の？そうだ。戻ってきたあいつの面倒を見れるのはお前しかいない。お前が錦山組をでかくしてあいつを迎えてやれ。はい、俺桐生のためにも頑張ります。親父、すんません。それでそいつはほんまにあいつやったんか？へえ、間違いありまへん。そうか、桐生帰ってきよったか。なあ、キリュウは相変わらずごっついやつやったんか？ええ、そりゃもう。そうかそうか、ご苦労やったの。ちょっと手出してみや。ご機嫌やさかいな。指二本で許したるわ。いいですか、兄貴。これが東城会本部の見取り図です。この本部施設の中に風間のおやすさんが。建物の裏口は比較的手薄です。下手に塀を越えたりすればかえって怪しまれますから、正面から弔問客に紛れ込んでいきましょう。正門から入ったら突き当たりまでまっすぐ、そこを右に入った先が裏口です。俺はそこで兄貴を待ちます。叩き出せ！
ここから先は紋章がなければ立ち入り禁止だ。本日はお忙しいところ誠にありがとうございます。こちらにお名前をご記入ください。名前を書くのか。これでいいのか。はい、ありがとうございます。すいませんが、どちらの組の方でしょうか。昔、堂島組にいた。そうなんですか。堂島の親父も10年前に桐生っていう男に殺されちまいましたからね。で、今度は世良会長も死んでしまうなんて。私は誰かが裏で糸引いてるんじゃないかって思ってるんですけどね。まもなく告別式が始まるので、会場内でお待ちください。後で絶対に始末書を書かされるな。あ、いや、葬儀のバイトでここに来てるんですが、紋章をどっかに落としてしまって、あれがないと裏口に入れないんですよ。はあ、どうしよう。確か外の受付の近くで落としたみたいなんだけどな。それ私がなくした紋章、見つけてくれたんですね。ありがとうございます。助かった。しかしマネージャー、紋章は探し出したじゃないですか。そういう問題じゃないんだよ。あれほどあの紋章は大事だと言っただろう、君。しかも似たようなミスを今まで何度もしているじゃないか。あ？
そうですか。わかりましたよ。こんな仕事こっちからやめてやりますよ。あ、おい。ったく、最近の若いやつは。おい。さっき模証を探してくれた人ですね。ありがとうございました。何やら上司と揉めていたようだが。見てたんですか。実は模証をなくしたことがバレちゃいまして、減給とか処分されそうだったんでこっちから辞めちゃいました。そうか。もともとこの仕事私に向いてませんでしたし、あのマネージャームカつくやつだし、ちょうどよかったですよ。せっかく探してもらった模証ですけど、さっきゴミ箱に捨てちゃいました。もう私には関係ないですから。じゃあ私はこれで帰ります。おう、葬儀関係者が。そろそろ葬儀が始まるから準備してくれ。ちょっと顔を貸してもらおうかい。関西の五代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。大海連合。正面から堂々とはの、堂島の桐生は。なぜ大海連合が俺を頼まれたんや。あんたの元兄弟に錦山の組長さんから写真の男を捕まえろってな。錦か。はっ、なんや、堂島の竜言うてもこの程度かい。Yeah!
実は今ここに来る前に襲われた。え？近江連合の奴にだ。どうも錦が指示してるらしい。まさか。だって錦のおじきは俺にはそんなこと一言も。お前も用心しろ。分かったな。はい。とにかく風間の親父さんのところへ。おっと兄貴、痛いっす。すいません。行きましょう。葬式って言ってもみんな心の中じゃ何考えてるか。何せ東条会の三代目が死んだんです。後目が誰になるのか、殺したのは誰か、どいつもこいつも腹の探り合いですよ。それに世良会長は若くして三代目を継いだんで、妬まれることも多かったみたいです。参列者の中には、清々した顔の奴もいますよ。兄貴、到着しました。この部屋でしばらくお待ちください。今、風間のおやさんを呼んできます。カズマ、おやすさん。10年だ。俺はお前に何もしてやれなかった。
全部俺がやったことです。おやさんは何も変わらねえな。お前だけは。おやさん、何があったんすか。登場会は。それに錦はあったのか。あいつに。いえ、あいつはあの10年前の事件からすっかり変わっちまったんだ。妹にお前、弓を亡くしたあいつはこの世界でのし上がるために手段を選ばなかった。俺はあいつが鬼になるのを止めてやれなかったんだ。おやさん、もう一つお前に伝えなきゃならんことがある。弓のことだ。ええ、行方不明って。それなんだが、弓は。おやさん、風間のおじき、てめえ、お前、キリュウ？あ、なんやお前。堂島の兄の次は風間か。何考えとんじゃ。しまな。おお、お前ら、絶対に生きて返すんやないで。せいや、キリュウ。カズマ、逃げろ。カズマ、弓を、100億を頼む。行け。Thank you.
Say ya! Say ya!
Ugh!
Kiryu Kazuma. Hey!
Shh!
始末倒した。